95式3型練習機3型練習機を左後から見る95式3型練習機,機17は第二次世界大戦前に日本陸軍で採用された練習機である。設計、製造は石川島飛行機。昭和9年9月に石川島飛行機が完成させた気球の初歩練習機型はエンジンの出力不足と 重心位置の不正による飛行性能不良により不採用となったが、日本陸軍では昭和10年4月に新たな初歩練習機,機17の開発を石川島に対して命じた。陸軍の要求はエンジンは1 5 0 h p 級最大速度は時速 170km で8月中に試作機を2機納入することとなっていた。石川島では気球の基本設計を踏襲し、 これを軽量化することで対応して、試作機2機を8月に陸軍に納入した。審査の結果は良好で、昭和10年12月に95式3型練習機として、正式採用された。本機は機マイナス9同様木製骨組に、合板ハフバリの主翼と、交換骨組に、ハフバリの胴体を持つ複座の副容器だったが、補助翼は、 下翼にだけあり、エンジンカウリングは省略されていた。本機の最大の特徴は 35kg、平方メートルという異例の低翼面荷重で、離着陸性能や低速での安定性が非常に優れていた。また、操縦も容易で、理想的な初歩練習機として、広く用いられたが、操縦が容易すぎて、軍用練習機としては、不適当という意見もあった。このため、 実用機の性能向上もあって本機による初歩練習過程は次第に短縮され太平洋戦争中期以降は陸軍飛行学校では本機による訓練は行われなくなったその後は通信連絡観測機としても使用されたほか多数の機体が低新章をはじめとした民間の上院養成所に払い下げられ訓練に使用されたまたタイに 約20機が輸出されている。生産は石川島飛行機と東京飛行機製作所で行われ、昭和18年までに合計660機生産された。ありがとうございます。